はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いします。だいぶお疲れだと思いますが、あと60分ほどお付き合いください。私は日本マイクロソフトの井上大輔と申します。よろしくお願いします。同じく久森達郎と申します。よろしくお願いします。ここではクラウドを使った大量データの分析というテーマでお話をしてまいります。でこのセッションでご紹介する内容はどんどんですね、クラウドアップデートがありますから変わっていきます。今日時点の最新の情報ということでお取り扱いください。でこんな流れでご紹介していこうと思っています。まず Azure のですね、全体像、まだご存じない方もいらっしゃると思うので、その辺をご紹介した後、今日のこのセッションの一番のテーマでありますデータ分析の話に移っていこうと思います。さて、ということで最初の全体像の話です。500プラスご存知でしょうか。これは Azure で1年間で追加された機能ですとか、まあ、サービスの数、これが500以上ということなんですね。かなりの頻度で更新されています。どんどん機能強化されています。今月できなかったことがもう来月にはできるようになっている、そんなレベルでですね、どんどん機能を追加しておりまして、まあ、Azure は今5年間サービスをやっているわけですけれども、もともとですね、3つのサービスからスタートしました。たった3つのサービスだったんですが、今はご覧の通り、しかも、実はこれも全てではないんです。全部入れるとですね、ちょっとあまりにも見えなくなってしまうので、とりあえずちょっと主要なものだけピックアップしたのが、こちらのサービス一覧ということになります。じゃあちょっとですね、雰囲気を感じていただきたいので、ちょっと皆さんこちらのアドレスにアクセスしていただけますか。ちょっとスマートフォンでもいいですし、まあ、PC でも何でもいいんですね。この aka.ms/enemy、こちらにアクセスしてみてください。aka.ms/enemy です。実際に Azure の今いろいろサービスがありますとお伝えしましたけど、それらのサービスを操作していくのはこちらの Azure の管理ポータルと呼ばれるもので操作していくことになります。 aka.ms/enemy です。でこの管理ポータルからですね、例えば IaaS の機能である仮想マシンであったり、データベースのパースの機能であったり、そういったものを操作できるようになってます。じゃあ例えばですね、まあ、一番分かりやすいところからいくと仮想マシンですね。ちょっと仮想マシン見てみましょうか。ちなみにこれ HTML、JavaScript で作られてますので、まあ、どんなブラウザでも基本的には操作ができるということになります。で、仮想マシンを選ぶと、もうすでにマイクロソフトの Azure の方で、ギャラリーというところにイメージを用意してます。例えば Windows サーバーであったり、SQL サーバー入りの Windows サーバーであったり、なんとビジュアルスタジオもあるので、ビジュアルスタジオ開発もクラウドでできてしまいますし、それから、まあ、Linux 環境ですね、 CentOS ですとか SUSE といった Linux 環境までもここで作っていくことができます。しかもライセンスは基本的に Windows サーバーとか SQL サーバーだとライセンスいりますけど、クラウドは Azure だといらないです。いらないので重量課金制という扱いになります。はい、ちょっとまあこんな形で使っていけますというところですね。で、仮想マシンを立てるときは基本的にアカウントを指定すれば立ち上がりますので、作ったものがもうこちらに用意してあります。ちょっとアクセスしてみましょう。アクセスするときも非常に簡単、今までと同じリモートデスクトッププロトコルで普通にアクセスできますし、 Linux 環境だったら SSH とか使って、まあ、普通にアクセスができます。今普通にリモートデスクトップを使ってますから、Windows でもいいですし、 Mac でもいいですし、 iPhone でも、Android でも全部リモートデスクトップのアプリケーションありますから、同じことができます。実はで今この cloud.net というところが、まあ、ごめんなさい、よいしょ、今これは Windows サーバーになってますけれども、これはもうクラウドで動いてます。 Azure 上で動いている環境になります。私のこのローカル PC では動いているわけではありません。で、非常にですね、こういったクラウドの環境っていうのはスケールします。今までのオンプレミスとかと比較するともう圧倒的です。じゃあ例えば今皆さんが赤.ms/enemy でご覧いただいている
のがこれだと思うんですね。こちらの宇宙侵略者ゲーム、これ HTML JavaScript で作っているんですけど、こんなちょっとレトロなゲームなんですけども、これ今もう Azure 上で動いてますと。Azure 上で動いているので皆さんアクセスできます。で、どういう環境で動いているのかといいますと、今実は無料で動いているんですね。まあ一つのインスタンスをいろんな人で共有しながら実は、このサーバーが動いていると。ちょっとアクセス増えてきたなというようであれば、ここでちょっとスタンダードって選ぶんですね。で、スタンダード選んで、コア数がじゃあ2コアだとか、3.6GB メモリにしましょうとかですね。あと、インスタンス、まあ、要はサーバーの数ですね。サーバーの数を、今までまあ共有で1台で動いてたんですけど、3台、あ、まあ、5台ぐらいにしましょうか。5台ぐらいにしますということもできます。で、保存します。保存して、はいとやりますと、今、価格レベルを保存してますってメッセージ出てますよね。ちょっと数えます。1、2、いかがでしょう。超早くないですか。これをオンプレミスでやろうとするとものすごい時間がかかると思います。1ヶ月とかかかると思いますけども、Azure だと数秒でできます。今、スケールアップとスケールアウトを同時にやりました。で、もちろん逆もできます。もうあんまりアクセスないなというようであれば減らすこともできますから、減らせば当然コストを削減できますということになります。なので、今現在は、こいつがですね、サーバー5台で動いているという非常に無駄なリソースの使い方をしているという感じになります。はい。さて、ちょっと Azure のですね、雰囲気を感じていただきたいなと思って、デモンストレーションでご紹介したわけなんですけれども、非常にですね、Azure のユーザー増えてます。左上が、毎月のサブスクリプション、まあ、要は契約の数なんですけども、9万、毎月9万サブスクリプション増えていってますし、右上ご覧ください、こちらですね。こちら、50兆ストレージオブジェクト。50兆のストレージオブジェクト。ちょっと単位がよくわからなくなってますけど、非常に多いなというのはお分かりいただけるかと思います。で、これ、1年前です。1年前、ちょうど1年前のものを見てみると、ストレージオブジェクト、今20兆オブジェクトになってますよね。先ほど、今年は50兆と申し上げましたので、2.5 倍になってます。5年サービスやってるんですけど、1年で 2.5 倍ということで、非常に飛躍的にユーザー数、サービス、利用者数が増えていっているというのをお分かりいただけるかと思います。で、もちろん、これのベースになっているのは、データセンター。なんですよね。はい。とですね、Azure 今現在ですね、19リージョンございまして、世界中に展開をしてございます。で、これ実際他のクラウドに比べて2倍とか3倍とかいうスケールなんですけども、これですね、ただ単に闇雲にスケールさせているというわけではなくて、これリージョンを作る際の選定基準としてですね、これマップ見ていただけると分かるんですけれども、向かって左下ですね、インターネット人口が多い順に色を濃くしていってます。マップ見ていただくと分かる通り、インターネット人口の多い、つまり潜在的なユーザーさん、インターネットユーザーや、ひいてはそこにサービス展開していただく皆様のユーザーになっていただける可能性が高いという地域からですね、順次展開をさせていっていただいているというような形でございます。はい。で、このデータセンターを基盤にして、まあ、世界にサービスを展開していらっしゃるのがこのトヨタさんです。こちらちょうどあの事例のビデオがございますので、ちょっとビデオを使いながらですね、ご紹介したいんですけども、要は今までトヨタさんっていうのは営業所ではお客様と接点がありました。もちろんただそれだけではなくて、車売ってるんだから車がお客様との接点になればいいじゃないかと、そういうことでコネクティッドカーという取り組みをされているんですね。そのセンターでございます。まあ、トヨタスマートセンターは立ち上げ後、我々のですね、コネクティッド戦略は大きく加速しまして、これまで日本北米だったものがアジア中近東へのサービス展開を非常に短期間で実現しました。同時に超小型 EV によるシェアリングサービスのプラットフォームとしても採用されています。さらに自動車メーカーとしては初めてビッグデータ情報サービスを商用化いたしました。皆さん、これは何だと思いますか。これはですね、
今この近辺の20キロ四方に今この瞬間に走行中のコネクティドカーでございます。赤は停車中、青が濃くなるほど速く走っている、真っ青のやつは100キロ以上走っているということですね。右下に台数と速度分布のグラフを出しますが、この範囲に約6000台のコネクティドカーが走っています。この地図をですね、動かしますと、これらの表示も即座に計算されて変化します。またそれぞれの区間あたりの走行時間からこのように瞬時に交通情報として表すことも可能です。日本中すべて約400万台のトヨタのコネクティドカーがリアルタイムにカバーされています。いかがでしょうか。パワードバイアジュール、こんなトヨタ様のリアルタイムな事例もありますし、あとゲームで言いますとヘイロー、これは1日にログファイル数十テラバイト出るんですね。でこのデータをもとに離脱者、ゲームをやめる人を減らすための取り組み、データ分析というのをやっております。でこんなことが可能になるのが今日ご紹介する Azure のデータ分析のサービスということになります。で冒頭ご紹介したように Azure は非常に多くのサービスがあるんですね。今日はデータ分析のところだけにちょっと絞ってご紹介いたしますというところを覚えておいてください。ということでデータ分析関連のサービスです。マイクロソフト実はですね、非常にこの1年間でデータ分析関連のサービスを強化してきています。この1年でです。なぜそもそも強化をしているのかという背景ですね。これは IoT があります。IoT、インターネットオブシングスがありまして、まあ、2020年までに255億のものが接続されて非常に大きなマーケットになりますと、日本円ですとまあ700兆円超えみたいな規模になるので、ここは今後重要になってくるということで非常にサービスを強化してるんですね。で IoT ってそもそも物からデータを吸い上げてそれを分析するデータ分析なんですね。今日の一番のテーマになります、データ分析です。で今日ご紹介するサービスは IoT のシナリオだけではなくて、もちろんゲームですとかウェブですとかビジネスアプリケーション、様々なところで当然利用できるものになっております。で本セッションのお題は、前のフロントの話ではなくてクラウドを利用したデータ分析ということになります。で先ほどトヨタさんの事例でもありましたが、まあ、今まで皆さんバッチでデータ分析するというのはよくやられてたと思うんですね。今後はですねリアルタイムという考え方が必要になってくるんですね。久森さん、はい、これですね、バッチは実際皆さんもう3年ぐらい、ここ3年ビッグデータという文脈でいろいろとプロダクトお触りいただいている方も多いと思うんですけど、じゃあ実際に今この瞬間何が起こっているのか、先ほどのビデオにもございましたけれども、そういったですね情報を捉まえて可視化したり、あるいは分析をしたいといったニーズに対して、まあ今まではなかなか有効な手がなかったというところなんですけれども、昨今ですねクラウドサービス、いろいろとですねリアルタイム分析サービス出してまいりました。当然 Azure もこういったですねセンサーデバイスに対するトラッキングであるとかデータ分析サービス当然用意してございまして、そういったですね本日はバッチそれからリアルタイム両方のですねご説明の方をしていきたいと思っております。はい、ありがとうございます。ではまずはバッチとリアルタイムある中のバッチをご紹介します。ここまで Azure の全体像とあとデータ分析に力を入れているという話をお伝えしましたが、ここからはちょっと突っ込んで深掘りしてですねサービスをご紹介してまいります。で、バッチですけども、まあすでに、まあ、皆さんゲームですとか、まあ、物とかいろいろシステムをお持ちなので、もちろんそこからマイクロソフト Azure のクラウドの方に一旦データを吸い上げるというシナリオがあります。
あと Azure はですね、大量のデータを受け止めるための受け皿としてイベントハブ、ストリーム、それからリアルタイムにデータを処理できるようなサービスがあります。でこれを使って一旦ですね、クラウドの方にデータを保存しておくということが可能です。で保存するためのサービスが実はいっぱいありまして、ちょっととりあえずアイコンだけ載せてありますが、でこのあたりもこの後ご紹介します。で一旦保存したデータをそこからですね、マイクロソフトはもう Excel ですとか BI のツール持ってますから、もう一気通貫でデータ分析までつなげるということもできますし、まあ、最近やはりトレンドになっているマシンラーニングにかませていくということもできるようになっています。データファクトリーはちなみに ETL を実現するためのサービスです。でぜひ覚えておいていただきたいのは、全部フルマネージドですから非常にですね、まあ、初期投資もいりませんし、運用管理のあたりも手間をかけないということが実現できるんですね。では、ちょっと全部ではないんですけど、特に重要なものをピックアップしてここからご紹介してまいります。で、マイクロソフトの分析ソリューションのちょっとまず全体像をですね、ちょっとご紹介したいと思っています。これはバッチの例ですけどね、これはガートナーのレポート、ご存知の方も多いかもしれませんが、横軸が実装の難しさですね。縦軸がバリュー、まあ、要は価値です。で、一番価値が低くて実装が簡単なのが、まあ、定型レポート。これは SQL サーバーにですね、レポーティングサービスというのがありました。で、次、もう一つ上に行きますと、いろんな角度からやっぱり分析したいということで、セルフサービス BI という考え方が出てきました。これを実現するのが Excel であったり、今日ご紹介します Power BI といったものになります。で、さらにですね、将来を今度予測しましょうという話になります。そうすると過去データからアルゴリズムを使って規則性を発見する。要はバスケット分析みたいなものですね。おむつとビールの関係とか、そういったものを分析するのに使うのがこの SQL サーバーのアナリティックスサービスというものになります。でさらにいきますと、将来を予測する、これはマシンラーニングというものが使えるということになります。最近だと結構いろんなところで使われてまして、まあ面白いところではサザエさんの最後じゃんけんとかあるじゃないですか。じゃんけんの次出す、何を出すかっていうのを予測するみたいな API を公開している人がいましたね。あれもですね、実は機械がやってるわけじゃなくて、どうも人がやってるみたいです。要は人間だと1回グー出して次にグー出す可能性は3分の1で、またグーを出す確率は9分の1じゃないですか。普通に、すいません、普通の確率で考えて9分の1で出すんですけども、人間がやるとですね、実はそんな9分の1にならなくて、もっと確率が低いことになるとか、まあ、そういった分析を入れて将来を予測しているという、非常にあんまり役に立たないようなソリューションですね。あと競馬の予測とかやってる人もいました。でこれらのマイクロソフトはこのガートナーが提供しているレポートの全部ちゃんとカバーできるようにまずなってますというところを押さえてください。でそれのベースになっているのが SQL データベース、そして SQL データウェアハウス、そして HD インサイト、これはHadoop as a service です。Hadoop までもですね、マイクロソフトはサービスとしてご提供しております。まあ、これはご説明するまでもないかもしれませんが、じゃあもうそもそも SQL データウェアスとか HD インサイト、まあ、Hadoop ですね、がなぜ必要なのかということで、もう Hadoop とかを使いの方がもしかしたら多かったりしますかね。まあ、これはそもそも大量に上がってくるデータを1台のサーバーでやるのはなかなか難しいので、大量のデータは複数のサーバーで手分けして処理をしましょうっていう、そういう考え方ですね。まあ、複数のコンピューティングにより、並列分散処理が必要であるという話です。で、最近、Azure で非常に人気があるというか、最近発表されたばかりのサービスが SQL データウェアハウスというサービスです。これはフルマネージドのデータウェアハウスアズアサービスという位置づけでして、要は普通クエリを投げるとデータベースサーバーで処理するのは1台じゃないですか、普通は。
ただこの SQL データウェアハウスはですね、もう分散処理できるような仕組みになってます。一回クエリー投げると、例えばこの絵にある通り3台でクエリー処理をしてくれたり、さらにストレージも分散していて、さらにそこでも分散処理ができているという、こんな仕組みに自動的になってます。皆さんがこの構成をする必要がないです。もう自動的になりますという特徴があります。分散ストレージですね。これがフルマネージドで提供されています。ちなみにこれは SQL サーバーのパラレルデータウェアというのがベースになっています。これはアプライアンスでオンプレミスで提供されていたものなんですが、それはですね、こんな構成にする必要がありましたと。大変じゃありません、これの重りをしていくのは。これの重りをするのは大変だと思うんですけども、この重り自体はもう全部 Azure 側でやりますから、皆さんはデータ分析に集中してくださいという話になります。お借りいただけるでしょうか。これ管理をしている人は多分ほとんどいなかったと思うんですけども、ちなみにお値段もいきなり1500万とか3000万とかかかるようなものになっていました。しかもですね、オンプレミスと明らかに違うところとしては、コンピュートとストレージを分離してニーズに応じたリソースの確保ということで、3台で動いているものを柔軟にですね、バッと増やしたり減らしたりできます。その分コストも抑えることができますし、しかも停止再開ができるんですね。これ便利ですよ。停止しておけばお金、コンピュートの部分はかかりませんから。ちなみに先ほどの Azure の仮想マシン、ちょっとだけお見せしましたよね。あれは1分単位課金です。皆さんがタバコ吸ってる暇があったら停止してやれば、その分コスト削減できるぐらいの作りになっています。しかも Azure の仮想マシンの場合はデータもですね、保存した量しか課金しないんですよ。皆さんが確保したストレージの分を我々が課金するのではなくて、保存したファイルの量です。ファイルを消せばその分コストが削減できるぐらいですね、マイクロソフトはですね、かなりコストのところは意識してやってるんですけども、そんな作りになっております。はい。で、停止再開でコストは削減できますという話ですね。じゃあちょっとビデオがこれもありますので、ビデオをご覧ください。これ、フルマネージャーのデータウェアハウスサービスという観点だけではなくて、実はこの Power BI であったり、他の先ほどの ETL のデータファクトリーですとか、HD インサイトとか、Hadoop の機能ですね、そういったものと簡単に連携ができるというところが非常に大きな特徴です。Requiring more servers than you have in any on-premise data center. But now, you can use Azure to add unlimited compute power to your questions. Introducing SQL Data Warehouse. The new SQL Data Warehouse service is easy to create and can be launched in minutes. It's the industry's first cloud data warehouse that can grow or shrink to any size in seconds, and which you can use to intelligently answer any question using data.You can easily import data from any data source with automated data pipelines from Hadoop, NoSQL, and SQL databases, IoT, as well as on-premise applications and systems. Then you can easily create reports against other people's data. For example, in the gauge, I mentioned earlier, I increased the amount of data I増やしたり減らしたりすることができます。で、 R もマシンラーニング、この後ご紹介しますけど、マシンラーニングなんかのサービスと連携ももちろんできるようになっていますという話です。で、これは思いっきり実は AWS のレッドシフトと比較の機能にな、対抗機能になってまして、結構ですね、 SQL データフェアスの方が優れている点が多いので、こちらまとめております。価格に関しても先ほどご紹介した通り、コンピュートとストレージは分離していますし、停止がやっぱりできるのは大きいですね。で、しかもすぐにリソースを増やしたり減らしたりできます。まあ、先ほどゲームのデモでもご覧いただいたと思います。ああいう形です。しかも SQL サーバーが一応ベースになってますので、まあ、いろんな SQL もサポートしているという特徴があります。
で料金はこういった形です、まあ、100億行297秒で処理すると、まあ、性能で課金ですから、まあ大体7万とかですね、そんなもんですと。で19秒で処理させようとすると30万とか。でこれ今まで、まあ、先ほど申し上げた通り、いきなり今までは初期投資でいきなり1500万とかかかってたんですが、まあ、この程度の価格で実現できるようになっていますという話になります。さてこのデータを有効に活用するときに、先ほどの Power BI に渡してやるというのも一つ手ですけれども、マシンラーニング Azure 非常によくできてますので、ぜひ今日は覚えて帰ってください。これは、まあ、機械学習自体は昔からですね、昔といってもまあ最近といえば最近ですけど、いろんなところでもう利用はされてます。リコメンデーションですとか天気予報とか渋滞予測とか、ゲームでも活用されております。でこいつがどこがいいのかと言いますと、まあ、この後価格もご紹介しますけど、価格メリットがあります。しかもフルマネージドで構築もですね、一瞬でできてしまうんですね。もう圧倒的に以前と比べると楽にサービスが利用できるようになっております。しかもマイクロソフトならではっぽいですけど、なんか GUI でですね、簡単に使えますというところが売りです。あと R とか Python も使えますので、まあ皆さんでライブラリをお持ちだったらそのままアップロードして使うこともできます。で、これをですね、使っているサービスいっぱいあるんですけど、例えば、このリンナ、ご存知でしょうか？リンナ知らない方、あ、結構いらっしゃるんですね。あ、すいません。じゃあちょっと説明させてください。これマシンラーニングを使った、AI の女子高生なんですね。実はマイクロソフト、の方の公式のアカウントとして出しています。じゃあ、ちょっと、一応デモ環境を用意したので、デモンストレーションをご紹介しますね。よいしょ。これかな？これ、リンナのアカウントです。これ、AI なんで結構よくできてるんですけど、たまにイラッとしますよね。そんなことないですか？例えばちょっとやりましょうか。セデックナウ、ネットワークが遅いという本当腹が立ちますけど、とかやるとどう腹立ちますよね結構ですね、同じことをつぶやいても、例えばもう一回ありがとうにしましょうか。全然違うことが返ってきますよね。はい、まあこんな感じで、まあ特に寂しい方には非常に良いコミュニケーションツールだと思うので活用してください。これも Azure のサービスですね、今のマシンラーニングみたいなものがちゃんと活用されている事例になります。今日ご存じない方はぜひ LINE でアカウント登録してみてください。それから Azure はですね、マシンラーニングギャラリーという形で、もう機械学習はそれなりにですけど、かなり使いやすくなっているんですけど、それなりにやっぱりちょっと知識が必要です。なので、マイクロソフトの方でもサンプルになるデータですとか、マシンラーニング組み立てたものをギャラリーとして提供しております。大輔さん、例えばこれどういったものがギャラリーにあるんでしょうか？これはですね、なかなか面白いものがいっぱいあるんですよ。ちょっとですね、デモンストレーションでご紹介しましょうか。という前に、すいません、料金が入ってました。すいません。じゃあちょっとマシンラーニングのギャラリーをですね、デモンストレーションでご紹介したいと思います。よいしょ。じゃあこの URL をちょっとコピペして、よいしょ。じゃあ貼り付けます。貼り付けました。よいしょ。で、まあ、いろんな、ギャラリーあるんですけど、例えばビジョン API っていうものをご紹介したいと思います。これは API、まあ、名前見ればわかりますけど、API で公開しているので、皆さんがもちろんアプリケーションに組み込むことができます。すいません。あともう一個お伝えし忘れたんですが、リンナもあれ API として公開さ、今まだなんですけど、公開される予定ですので、皆さんのゲームとかに組み込むことももちろん可能になる予定です。で、これももちろん API として公開されてますから、組み込むことが可能です。
応、今日はビジョン API ですけど、まあ、顔を認識するフェイス API ですとか、テキストを認識する API ですとか、スピーチ API とか、結構リコメンデーションとかですね、いきなり使えるようなものが提供されています。よいしょ。やばい、移動しちゃった。よいしょ、これをじゃあ、ちょっとビジョン API をご覧いただきましょう。トライ。はい、これがビジョン API です。と言っても全くわからないですよね。これも皆さんも見れますから、後で見ていただきたいんですけども、例えばですね、これ男性が、今28歳で男、まあ男、メール、男だという情報がもう出てますよね。しかもカテゴリーのところに People Swimming、要は今泳いでますっていうところまで画像からですね、Azure のマシンラーニングを使って認識をしております。で、このサンプル、社の写真だけだとつまらないので、ちょっと私がいくつか写真を持ってきたので、それをちょっと確認したいんですね。どれがいいかな。例えばですね、これ私が昔、エアーズロックに行った時の写真ですね。エアーズロックに行った時の、非常に寂しい思いをしている時の写真です。一人で行きました。で、これアウトドアストーンロックで出てきてますよね。アウトドアのストーンロックまでちゃんと認識できてるんですよ。結構すごくないですか？皆さんもこれ API 叩くだけでこの写真どういうものかっていうのをカテゴライズして分かるようになってるんですよ。もう少しやってみますか。例えばこういうものはどうでしょうか。これは、サンフランシスコですね。サンフランシスコに行った時の写真ですね。アップロードして解析中です。解析中。ちなみに、なんかリンナもですね、最近すごいアクセス数が増えてるらしくて、結構遅い時がありますね。なんで、なんか最近どうもスケールアウトしたんじゃないかなっていうぐらいですね。また早くなりましたけど。よいしょ。で、これもビルディングストリートとかまで。わかりますよね。ビルディングストリートっていうところまでちゃんとわかるようになっていますと。はい。いう形でですね、結構いろんな写真を使って、どういうふうにカテゴライズされるのかなっていうところを見ていくとまた面白いかもしれません。でも年齢とかですね、男性とか分かりますよね。よいしょ。はいはい。では、Azure の、マシンラーニングのギャラリーということでご紹介しました。で、このマシンラーニング自体はですね、まあこれぐらいの価格ですと。いうことで出してます。だいたい月に数万円ぐらいを意識していただければいいかなと思います。で、これ以前ですね、オンプレミスでやろうとすると、いきなり2000万とかですね、かかるような代物で、非常に構築も大変だったんですけども、Azure のマシンラーニングは先ほどの管理ポータルでですね、ちょちょいとやれば、もうすぐに起動して使うことができるというものになってますので、ぜひお試しいただきたいと思っております。ということで、バッジの方をまずご紹介しました。じゃあリアルタイムの方、下村さんお願いします。はい、大輔さんありがとうございました。続いてですね、私の方からリアルタイム処理、先ほどお話しした件説明差し上げたいと思います。先ほどのこれ画面見ていただきましたね、こちら側のリアルタイムの処理になりますとですね、 Azure 上でリアルタイム処理やろうとする場合、先ほどのバッジに対してデータを入れるものとしてイベントハブストリームアナリティクスご紹介あったと思うんですけど、これそのままですねお使いいただいて Power BI へリアルタイムデータを出力するといったことも可能でございます。これからご案内するのはこのイベントハブ、そしてストリームアナリティクス、そしてそこに連なる Power BI というものをご紹介していきます。 Azure イベントハブなんですけれども、これはですねイベントの送信受信ですね、いわゆるパブサブと呼ばれるようなものをやるものでございます。とですね、これ IoT を意識して作られたものですので、実際は数百万、数千万といったデバイスからですね、一気にデータを上げて受け取るといった能力がございます。で、今はですね、プロトコル AMQP と HTTPS をサポートしておりまして、これすごく特徴あるポイントなんですけど、イベントをですね、長期保持してくれます。設定によって最短1日から最長7日間。なので必要に応じて、例えば3日前のイベントから
処理をやり直したいよということも可能になります。続いてストリームアナリティクスなんですけども、こちらがですね、先ほどのイベントハブに上がってきたイベントというのをリッスンして処理をするものです。でイベントの処理というとですね、例えばスパークとかですねお使いの方いらっしゃると思うんですけど、何かしらプログラミングが必要になるというものなんですけども、こちらのストリームアナリティクスはですね SQL-like なクエリーでイベント処理をすることができて、流れてくるデータに対してクエリーをかけて集計をすると、そういったことが可能でございます。さらにその処理したデータをですねまたイベントハブに返したり、あるいは処理結果をオブジェクトストレージですねに保存したり、あるいは先ほどの図で見せたようなPower BIダッシュボードに直接出力すると、そういったことも可能でございます。これがですねリアルタイム処理をするときの Azure 上でのエンドツーエンドのアーキテクチャなんですけども、最初にですねこのイベントプロデューサーをとですか、ね、ちょっと戻ります、すいません。こちらのイベントプロデューサーと呼ばれているところですね、こちらは今お越しいただいている皆さん実際に運用しているアプリケーションであるとか、あるいはこれからお作りになるデバイスであるとか、そういったものになります。もちろんですね そこ以外にですねこちらのコレクターのところにあるこのフルエントディですとか、あるいはゲートウェイ API を経由して直接 TCP/IP あるいは Web アクセスができないデバイスからでもイベントハブへイベントを投げることができます。そしてイベントハブからイベントハブへ投げストリームアナリティクスで処理をし、最後永続ストレージないし、これからご紹介する Power BI といったですね連携するツールにイベントを投げることが可能になります。でストリームアナリティクスへの入力なんですけども、これはもう本当に単純な JSON で構いません。これ、割と最小単位ぐらいだと思うんですけども、先ほどお見せした写真ございますよね。直近1分で例えばゲートこれだと 15-165 で車の色 何色っていうのの情報をセンサーで取得したとしたら、こういった形の JSON をストリームアナリティクスに投げれば集計対象として触ることができるようになります。実際クエリと申し上げましたが、こういったですね皆さんもし SQL をお書きの方には見慣れた形だと思うんですけれども、1個特徴がある点がございまして、このグルーブバイのところですね、ここだけがストリーム処理のそのすごい特徴あるところで、このクエリだと重複のない期間でこれ60秒ごとに色が赤色のこのこれですね、60秒ごとに色が赤色のものをですね通過したゲートとそれぞれそのカウントアップした数というような形記述になります。大量に上がってくるデータをそれをまとめてクエリ処理できるんですね。この辺のタンブリングウィンドウが重要になりそうな気がしますが、はい、これ実際ですねバッチ的なアプローチに対してストリーム処理をしようと、ストリーム処理っていうのはですねもっと細かい単位で見ていく必要があるということです。皆さん細かい単位で処理っていうとですね定期ジョブのような最短1分単位ぐらいのことを想像されると思うんですけれども、通常のジョブですとストリームを切るのではなくて実際に溜め込んで処理をして、それが1台で量が多くなるとですね1分で終わらなくて次のジョブが追突事故を起こしたりということがあるかと思います。一方ストリームアナリティクスはですねそういったデータを分散して処理できるようにですねイベントハブ、ストリームアナリティクスは両方スケールする仕組みになっているんですけども、それらデータをどうやって処理しているかという概念っていうのを表したのがこのスライドになります。まず先ほどお見せしたクエリにあるタンブリングウィンドウというものはですね、こちら図にあります通り重複のない範囲でこれクエリの場合この場合は5秒ごとに期間を区切ってクエリングするというような概念でございます。でもう一つがですねこのホッピングウィンドウというもので、こちらはですね5秒ごとに直近10秒処理対象にすると、でこれは移動平均とかですね取りたいときに使う、ウィンドウイングの概念でございますね。
で続いてこれ他の2つとはちょっと違う特徴があるスライディングウィンドウと呼ばれる概念なんですけども、これはイベントが発生するごとに、直近例えば、何秒とかそういった、形を指定することになります。これは、そうですね、あまり頻繁には発生しないんだけれど、発生したら直近何分、例えば何秒とか何があったか知りたいとかですね、そういった処理をしたいときに使う概念になります。あんまり多分皆さん馴染みがないんじゃないかなとも思うんですけど、多分今後この辺はかなり重要になってきますから、ぜひこの機会に覚えておいてください。はい。で続いてですね、先ほどから申し上げてます Power BI なんですけども、これまではですねマイクロソフト Power BI デスクトップということでデスクトップ版提供していたんですけども、この度ですねウェブ版 SaaS 版の Power BI ですねリリースしまして、こちら Power BI ダッシュボードという名前で提供しています。でですね、このウェブ版の Power BI もですね単なる折れ線グラフ棒グラフだけではなくて、ファネルやゲージ、それからコンボチャート、ツリーマップ以外ですね、実は需要の情報があると、このビングマップですね、マップしたりといったようなことも、ブラウザから行うことができます。もちろん Mac からもできるんですね。はい、もちろん Mac も使えますし、あとあれですね、モバイルデバイスからも触ることができます。iOS、Android も OK です。います、大丈夫です。はい。なので Mac をお持ちの皆さんもお使いいただけます、はい、というわけでですね、実際じゃあこの、イベントハブ、ストリーマティクス、そして Power BI をですねどうやって設定していくかといったところ含め、画面を見て、ご理解いただければと思うので、画面の切り替えの方よろしくお願いします。はい、まずイメージがですね湧きやすいようにですね、これ見ていただきたいんですけど、これ実際毎秒ですね、ちょっとブラウザーなので遅延することもあるんですけど、これ実際に本日ですね会社に置いてきたセンサーからですねデータを吸い上げて毎秒毎秒クエリングをしてグラフに出していくと。あのオフィスに置いてあったセンサーですね。あ、はい、あ、これがそうなんですね。あの Windows 10にセンサーくっつけて、はい、ラズパイ2ですね。でそこから吸い上げているデータっていうのを毎秒毎秒更新するというリアルタイムダッシュボードになります。これでもちょっと作るの難しそうじゃないですか。リアルタイムのダッシュボードって皆さん作られたことほとんどないですよね。でもこれ非常に簡単でして、まあ、設定の方順を追ってですね、見ていただきたいと思います。こちら先ほど井上の方からお見せした Azure の管理画面なんですけども、まずはイベントハブ、これ作成非常に簡単でして、このサービスバスメニューですねから新規、そしてこのイベントハブというところですね、名前をつけていただいて新しいイベントハブ作成していただければ、こちらの画面の通り受け口が出来上がります。で重要な点なんですけども、このイベントハブですね、イベントハブへ接続するには認証が必要なので、こちらですね、接続情報と呼ばれるところのメニューから、この接続文字列取得をしてください。これを用いて、クライアントライブラリであるとか、それから IoT の組み込み機器ですね、からデータを吸い上げるというものになります。これで誰でも彼でも接続するってことは防げるということですね。そうですね。はい。こちらの接続文字列で認証する。そういった形になります。で、これ自体はですね、もう受け口なので、これを設定できれば、イベントを投げ始めることができます。でですね、実際こちら、見ていただくのが早いですね。これですね、実際にイベントが流れてくるとですね、こちらのダッシュボードを見ることができます。今だと実際、単位時間あたり135KB で、1000メッセージぐらいというのが随時流れてきているというのがお分かりいただけると思います。でここまでの設定でですね、イベントハブは終わりで、続いてストリームアナリティクスの方の設定です。ストリームアナリティクスはこちらですね、このアイコン、こちらも、簡単ですね、
新規クリックしていただいて、解作成ですね、ジョブ名していただいて、あとはですね、あの地域やサブスクリプションはそれぞれあのご利用いただきたいもの、ご利用になりたいものを選択いただいて、作成と押していただくと、こちらですね、実際の、これ先ほどデモ用に作成したカラムプロジェクトなんですけども、作成が可能になります。で、先ほどのイベントハブと違ってですね、重要な、設定3つございまして、入力の追加と、クエリの作成、それから出力の設定というのがございます。で、入力というのが先ほど、設定したですね、イベントハブになります。ただ、Azure 非常にですね、プロダクト間の連携優れておりまして、入力の追加をする際に、このデータストリーム選択いただいて、イベントハブですね、チョイスいただくと、あとはですね、入力のエイリアスと呼ばれる、この入力の名前をつけていただいて、名前空間とイベント、これ選択して次へとやるだけでですね、どこのイベントハブから読み込むかという設定が完了します。そうするとですね、こちら実際に今流れているものなんですけれども、入力ですね。このデータストリームですね、設定されてこちら画面から取ることができます。で、特徴的な機能なんですけども、このサンプルデータと呼ばれるですね部分、ここをクリックいただいて時間を指定すると、その指定した時間の分のですねデータをサンプリングして、それを JSON としてデスクトップに落としてくることができます。これ次のですねクエリの設定で非常に重要になってきますので、この機能を覚えておいてください。続いてクエリですね。これも非常にシンプルな画面ございまして、ここにですねブラウザ上でできるクエリエディターというのがございまして、ここで実際の設定を書いています。現在はですねこれ、毎秒ここのグループバイのところですね、毎秒それぞれのセンサー名ごとにクロム、ここは先ほどイベントハブの設定したイベントハブ名でございますね、ごとに名前と、これこのクエリですね、一般的な集合関数サポートしますね、カウント平均、それから最小最大、それからこれ標準偏差ですねといったものを取るというようなクエリを書いて設定できます。そしてこれ重要なんですけど、テストって押すとですね、ここサンプルファイルっていうのがあるんですけども、先ほどのイベントハブの入力のところから取得したサンプルファイル、ここに上げることで、そのサンプルファイルでクエリのデバッグができるという機能になります。なのでブラウザだけでですね、入力のサンプリング、それから、クエリのテストというのが可能になります。そしてそのクエリが確認できましたら保存いただくと、続いて出力の設定になります。でですね、現在はこれ Power BI 設定されているんですけども、こちらのちょっとデモのやつでですね、実際に追加してみようと思います。もうですね、いろいろとあるんですけども、Power BI に出したい場合はこの Power BI クリックいただくなんかいっぱい選べるんですね、はい、出力先。そうですね、先ほどご説明した通り、イベントハブに戻す場合はイベントハブを設定していただいて、今度は別のイベントハブにですね、そのストリーミングアナリティクスでクエリした結果をイベントとして戻すことができます。で、他にも SQL であるとか、ストレージであるとか、あとはそうですね、テーブルストレージって、これグローブ以外のものなんですけど、そこにテーブルとして戻したりということも可能です。で、今回は Power BI をご紹介するので、Power BI の方を選んでいきます。でですね、Power BI、事前にアカウントができていれば、ここ、今すぐ承認というところで、連携の承認をするだけでですね、Power BI 側のデータソース、これからお見せしますけども、そちらに連携がされて、クエリしたデータが随時 Power BI 側に送られるというようなことになります。はい。ここまで設定が終わりますと、実際にクエリを実行する、クエリじゃない、ジョブを実行することができるようになりまして、まあ、こう開始ボタンですね、押すだけで始まります。というわけで、Power BI の方に戻ります。で、先ほどの設定が終わっているとですね、この向かって画面左下、この実際のアウトプットの画面ですね、うん、こちらに、うん、データが出てきます。で、先ほどちょっとこれ難しいんじゃないのっていうご質問あったと思うんですけど、そうそう、難しそうでしたよね。これ非常に簡単でですね、うん、例えば折れ線グラフ作りたいというときはですね、ここもう値判例軸とあるんですけど、例えばですね、こう軸を時間とで、判例をこのデバイス名、そして、例えば平均値を見たいよという場合、ここにドラッグ&ドロップします。そうするとですね、こちらもう出来上がりましたと。
でただこれ全期間表示されてしまってですね、非常にこうごちゃごちゃしているの で、 ここですね、フィルターをかけることができます。例えばここですと、もう日付ですね、次と同じかそれ以降というので、ここもうカレンダー出せまして、例えば今日の午前12時からグラフ化したいという場合は、これでフィルターの適用とやるとですね、こんな感じで、はい、直近のデータだけ見ることができます。そして保存することで、はい、ここにですね、レポートが作成されます。で先ほどリアルタイムダッシュボードをお見せしたんですけど、そこへ、登録するのは簡単でですね、このグラフ右上のこのピンクリックするとダッシュボードにピン止めしましたということで、ここを見てみましょう。はい、今作ったものがですね、こう追加されました。はい、分かります。おお、すごい早いですね。これちなみにちょっと広げたりとかできるんですか？はい、例えばこれちょっとごちゃごちゃして見づらいですよねっていう時はですね、もっと拡大をしましょうということで、バーッと広げることができます。すごい。結構いろいろカスタマイズできそうな感じですね。そうですね。で、ドラッグ&ドロップでこう、順番をこう入れ替えたりとかですね。ちなみに、久森さん、イベントハブとストリームアナリティクスとこのパワービューにつなげるまで、これ、どれぐらい時間かかるんですかね？これですね、実際今設定を入れずにお見せしたんですけども、実際設定を入れていく場合はですね、データソースのストリーム、例えば今アクセスログが来ているとか、センサーのデバイスもあるよと、あとは投げるだけだという場合は、まあ大体ですね、手順書ございますので見ていただきながらやると、1時間以内ぐらいにはここまで到達できるかなと、はい、いう感じでございます。そんなのあるんですか、他に？いや、僕は分からないですね。実際ダッシュボード、これを作ろうと思うとすごく労力かかると思うんですよ。なのでここまで一気にできるというのは、なかなかこれ皆さん魅力を感じていただけるポイントだというふうに思います。多分そもそもリアルタイム処理の基盤を作られたことがない方も結構いらっしゃるかなと思うんですけど、さっきデモンストレーションでご覧いただいた通り、テキストにちょっと名前入れて、あとクエリ設定してあれば、もうここまで来れるんですよね。これはすごいと思うんですよ。他のソリューションはまずできないだろうなと私は思ってます。で、皆さんもすぐ試せますから、ぜひトライしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあスライドの方ちょっと戻していただいてもよろしいでしょうか。はい、こういうシナリオでですね、オフィスに仕掛けたセンサーからデータを Azure に吸い出して、それをリアルタイム可視化するというところをご覧いただきました。これ実際デモのアーキテクチャなんですけど、オフィスに置いてきたセンサーからイベントハブへイベント吸い出して、それからストリーム処理してPower BIに出すだけと。先ほどこのアーキテクチャは非常にごちゃごちゃしていたんですけれども、皆さん全部使う必要はございません。もうたったこの4つ、この要素だけで今のリアルタイムダッシュボードを作ることができます。でですね、気になる料金なんですけど、なんとですね、Power BI ダッシュボード、今のデモのような内容だけであれば0円で使えます。0円です、はい。プレミアムモデルでございます。で、実際のイベント、これですね、今のデモですね、200バイトのログを流しているんですけど、これ100万件処理する場合は、だいたいこのぐらいのお値段ですね。1日140円ぐらい。ジュース1本じゃないですか。はい、できます。もちろん正確な料金はですね、プライシングのところをご覧ください。で、ざっくりですね、この単価、ご案内します。Power BIですね、無償版とプロ版ございまして、無償版は0円です。そして、プロ版ですね、データ容量が大きくなってきた場合にお使いいただけます。だいたい1000円ちょっとぐらいですかね、今のドル円で言うとね、はい、でイベントハブもですね、100万イベント処理するのに 2.86 円と非常にリーズナブルになっています。はい、そんな具合でございました。ちょっと誰が我々の給料を払ってくれるか、はい、ちょっと心配になる価格設定ですけども、はい、ありがとうございます。はい、ということで、今日は Azure の、モメンタムということで、全体像とそれからバッチとストリーミング、特にリアルタイムですね。で、今後リアルタイムの分析っていうのはかなり重要なテーマになっている、まあ、一般論として重要なテーマになってますので、ぜひ皆さんにも取り組んでいただきたいと思ってます。で、Azure はですね、Azure じゃない、すみません、マイクロソフトのソリューションはそもそもエンドトゥエンドということで、もう前から一番最後まで、全部ですね、連携できるようになってます。ストリームアナリティクス1時間でしたっけ、はい、?1 時間でできるぐらいですから、
非常にですね、この辺も売りになるのかなと思ってますので、であとすみません、Azure は1ヶ月無料で使える権限もありますから、ぜひですね、このセッションが終わった後に、Azure のサブスクリプションの方を作っていただければというふうに思っておりますということで、我々のセッションは終了となります。以上、ご清聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。